727回始めます、1月27日の1時前ぐらいかな、1時前後、午前ね、午前1時11分でございます、今回、MBS ニュースから、これね、私ね、面白いっていうかね、ちょっと言いたいことがあるニュースなんですよ。私も経験あるというかね、このニュース、何のニュースか、十徳ナイフって呼ぶんでしょうか。こういう読み方なのかな。十徳ナイフの所持は犯罪ということで、無罪主張の男性に過料9900円の判決ということで、切れ味鋭い刃があるのに安易に持ち歩いたということで、大阪簡易裁判所、9900円の過料を、課したということですね。十徳ナイフ、あのアーミーナイフってね、私は覚えてましたけど、これ十徳ナイフとも呼ぶんですかね。十徳ナイフは缶を切ったり、ハサミとして紙を切ったりですね、蓋を開けたり、瓶の蓋、開けたりするなど、アウトドア用品の便利グッズとしておなじみですと。まあ皆さん知ってるでしょう。スイス製とかね、高いのはありますけどね、スイスの、まあ今は違うのかな、昔ね、スイス製のアーミーナイフとかね、結構高価なもの、高いのありましたね。十徳ナイフ、このナイフを、携帯することが犯罪なのかが問われた裁判が行われていますと。この十徳ナイフを、携帯していたという理由で警察に摘発され、刑事裁判にまでなったケースが大阪でありましたと。事件は赤信号の横断歩道を自転車で渡ったところを警察官に見つかり、職務質問を受けましたと。その際に、カバンの中からこの十徳ナイフが見つかったということですと。この時男性は、警察に対し、災害が起こった時に持っていたら便利だと、持ち歩いていたと言ったという。で、この男性、他にね、鮮魚店を営んでいて、魚の梱包をね、ケースを切る、結束バンドを切る時などにこの十徳ナイフ使ってたと。実際使ってると。で、十徳ナイフの一番大きな刃の長さは 6.8cm ありますが、厚みが銃刀法基準以下ですと。そうなんですよ、これ十徳ナイフって銃刀法に引っかかるんですよね。しかし、警察は軽犯罪法には違反している疑いがあると判断し、大阪区検、まあ、検察かな、略式起訴に、略式起訴し罰金刑が命じられましたと。で、男性がこの罰金刑受け入れなかったため裁判が行われているということですと。裁判では、検察側はね、ここ数年十徳ナイフを仕事で使用することはなく、何の理由もなく携帯していたに過ぎず、正当な理由は認められないと検察は言って、過料9900円を求刑。一方、男性側はメーカーの説明書にも、十徳ナイフの本来の、用途で使おうとする場合は原則違法とはならないと書かれていて、メーカーのね、説明書に。また大阪市のホームページでも、災害時に役立つ器具として推奨されているなどと無罪を主張しました。その通り、誰の身にも起こりうるような今回のケース、ということで、まあ、町の人の声ね、まあ警察おかしいんちゃうんじゃないかと、こんなの取り締まれたらカッターとかね、持ち歩けないよと。またある人はね、悪いことする人は急に振り回してするからね、しょうがないかと思うと、まあ、賛否両論、ですということ。私ね、これね、経験あるんですよ、似たような、持ってます。まあ今暗闇なんでわかるかな、私のこの人のはね、刃渡り 6.8 センチってあるか、私の一番長いやつこれですね、5センチぐらいじゃないかな、まあ見えるかな、見えないかな、見えないですね、夜中なんでね、こうやったら見えるかな、こうやったら見えるかな、アーミーナイフね、実は私もこれね、若い時ね、世界中うろうろいろんなところ放浪してたんですけど、
その時からずっと持ってるんですよ、常に携帯。今車の乗ってるんですけど、常に携帯してます。うん、あの鍵と一緒に、うん、車の鍵と一緒に。これある時ね、私ね、車運転しててね、珍しいケース、これあんまり言いたくないんですけど、職務質問ですよ、車運転してて。そんなことあるんかいと。うん、コンビニでね、泊まったらもうガラガラの駐車場ですよ。うん、ガラガラの駐車場に私がね、コンビニに入りました。両脇空いてます。そしたら私止めた直後、1、2分ぐらいで隣にベタッと警察の車両がついてですよ、降りてきて、なんでこんなにたくさん空いてるのに私の隣にって思ったんですね、その時。そしたら警察が2人降りてきて、窓越しからですね、免許証出してみたいな話になって、なんでみたいな、これ職質ですかみたいな、何も悪いことしてないのに。いや、とにかく免許証出してから始まって、で、あだこうだ言って、そしたら車の鍵にね、窓越しに、何も悪いことしてないでしょみたいなこと言ったら、いや、それとかつって、これ指さすんですよね、アーミーナイフ。銃刀法がどうのこうの、軽犯罪がどうのこうの言って、結局まあ、結論から言うと、なお逃れたんですけどね。これでね、本当に実際私も便利だから持ってるんですよね。いろんな場面で封筒の紙切ったりですよ、何かね、細こいところっていうのかな、削ったりするところ時とかね、あとプラスドライバーとかついてますからね、あと缶ワインの蓋とか開けられますし、瓶の蓋とか開けられますしね、まあ簡単には開かないです、難しいんですよねこれそうだな、年間365日だったら多分30回ぐらいはこれ使ってますよ、年間。それぐらいの頻度で使ってるんで、携帯してね、まあ、アーミーナイフの中でもこれ、ほんとちっちゃいです。刃渡りで言ったらこれ、6.8 センチもない。確か、銃刀法6センチじゃないかな。6センチだから5センチ？私のこれ、一番長いこのナイフもね、5センチないと思いますよ。うん。ですんで、引っかからないはずなんだけど、ああ、だこうだね、警察言ってくるんですよね。で、私の免許証紹介しても、何も出てこなかったもんだから面白くなくて、うん、つかかってきたんですよね。本当に立ち悪いですよ。まあ警察こういうふうに何か理由つけてね、本当しょっぴきょきになったらしょっぴけるっていうね、何でもそうですよ。交通違反一つ、職質でこういうゆっくり取り調べしようと思ったらいろんなところで突っ込まれますから、うん。ただそれがまかり通ったらね、これ本当にね、夜景国家みたいな、言ったら変ですけど、中国みたいになってたら変ですけど、この辺のね、まあ、微妙なさじ加減なんでしょうけども、うん、私はこれね、十徳ナイフ、この大阪の人、よくこれ裁判やったと思いますよ、偉いと思いますよ、私は。こういう人大好き。うん、こんなの、見過ごすケース、こうやって過料を交わされるケースとかね、同じ持ち歩ってるだけで、うん、分かれるわけでね、なんていうの、何をもって有罪にするのか、何をもって無罪にするのか、はっきりしないし、これがね、持ち歩っていけないものだったら、売らなきゃいいんだってね、この十徳ナイフ、日本では、うん、少なくとも、うん。っていう話、うん、これね、この男性、偉いと思います、こうやって裁判で争ってね。うん、実際この人、魚屋さんでしたっけ、仕事で使ってるんですよね、うん、鮮魚店営んでいて使ってるんですよ。やっぱり段ボール切ったりね、テープ切ったりするとき、うん、便利ですから、これは一つあると、うん、まあいろん他の用途もありますしね、うん、でメーカーも説明書にはね、携帯しても問題ないみたいな書いてありますし、あと本当災害時とかに本当役立ちますよ、うん、これ言ったらね、例えば私ね、この廃屋よく来るじゃないですか。その時に草刈ったりするのに、釜とかね、ナタとか、まあ、この廃屋よく来るんで、ほとんど車に積みっぱなしなんですけど、ナタとかもね、これ突っ込まれますからね、常に車に乗せてたら、職質受けて、はい、ここ見して、開けて見してって、全部調べられたら、ナタ出てきますから、私の車から常に。その場合、アウトですよね、おそらく。うん、ただこれ、実際使うから、うん。常にやると便利だから積んでるんであって、うん、それでなたで人を襲うとかね、そんなもう想像しだしたらきりないよ。で、私の車に文房具セットあるんですけど、その文房具セット、糊とかね、ハサミとかありますよ。ハサミだってそれ言ったら持ち歩けないですよ、うん、
刃渡り6センチ以上なんかありますよ、5、6センチ以上。あと、なんだ、カッターナイフ、カッターっていうのかな、うん。あれだって、刃ね、うん、まあこの、ここに言ってる人はいますけど、まあ5センチ以上ありますよね、6センチ以上は。まあ新品だったら、折ってなかったら。そういうのも含めて、なんで持ち歩いてるんだと、うん、言われたら、いや、なんでもかんでもあると便利だからよってしか言えないですもんね。うん、それね、突っかかられてもっていう話ですよ、おまわりさん。この人、大阪のこの人ね、鮮魚店営むこの人、この人に過料9900円課されるんであれば、もうみんな、アーミナイフ持ってる人、みんな課されないといけないわけでね。アーミナイフ小型なんでね、結構持ち歩いてる人もいると思いますよ。または何、車とかに積んでる人とか。それ全部しょっぴくことできるんですかっていう話ですよ。まあ、私もね、細かいことはあんまり言いたくないですけど、この辺のね、なんていうのかな、基準、うん、日本の曖昧さね、この曖昧さがいいところもあるんですけど、場合によって有罪になる、場合によって無罪になるみたいなね、この辺はね、ほんと、さじ加減一つですから、警察の。うん。曖昧なんですよ。はっきりしない。曖昧模倣として、日本が世界から嫌われるところ。ね、本音と建前とかね。建前はアウトだけど、まあ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 、目こぼししてやるかみたいなね。うん、そんで、警察がね、うん、威張るというかね、今回見逃してやるよみたいな、どっから、どの立場から言ってんのみたいな感じのね、警察官とかいるんですよね。あんまりね、今、もうこれか、今、強盗事件多発してるんでね、警察、なんか、警視庁気合入ってますね、本会議し、なんか会議開いてましたね。うん、上層部だけ集めて、そのね、今、強盗相次いでる関東中心に、まあ、全国的に広がってる、今回のね、その強盗事案、かなり気合い入れて、緊急に向けて動いてるみたいですけど、頑張ってほしい、うん、警察には。と思う反面ね、こういうところ、うん、なんていうのかな、警察には頑張ってほしいけども、うん、こんなアーミーナイフぐらいで、って言ったら、これ確かに振り回す人もいるかもしれないけども、それ言ったら、ハサミとかカッターナイフとか、そういったものだってね、十分凶器になりうるんだ。私のこんな4センチぐらいの刃じゃ、これ刺したところでまず命は取れないですからね。まあ、首だったらわかんないですよ。首とかに刺さったら危ないっちゃ危ないですけど、ね、殺人事件ってこれで人殺すっていうのは難しいですよっていう種のもの、うん、ですよ。なんでね、これね、本当にね、まあ、はっきりしろって言ってもはっきりしないんでしょうけどね、うん、まあ、愚痴です、愚痴。私も経験あるし、この大阪の男性、よくやったと、うん、こういう男性好きです、私、うん、納得いかないよね、うん、明らかに納得いかないんだったら、こうやってね、本当にね、裁判で争うべきだと思うし、頑張ってほしいと思います。ということで、おっちゃん、喋ってみました。アーミーナイフ、十徳ナイフについて、持ってる方、どうでしょう。体感で、持ってる人は多分、10人、男だったら10人に1人、5人に1人から10人に1人ぐらい持ってるんでしょう。持ち歩ってる人は20人に1人から50人に1人ぐらいかな。っていう感じです。皆さんは持ってらっしゃるでしょうか。持つ場合はね、もし警察に突っ込まれた時の、応酬トーク考えてた方がいいと思います。アーミーナイフ、十徳ナイフ、727回終わりにしたいと思います。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。